ワン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 と大きく口を開けて吠える犬を作ります。折り紙の濃い面を上にして全体を三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。向きを変えます。この角を中央に折ります。中央に折り縦に折り筋をつけこの端を今つけた縦の折り筋に合わせて折りさらに折ります。こちらもこの中央に折り縦の折り筋をつけここに縦の折り筋に合わせてこのように斜めに折りさらに縦の折り筋でこのように丸めて折り耳を作ります。ひっくり返します。この部分がここに合うようにここからこのように折ります。折ってこの折り筋のところまで折り筋をつけます。こちら側もここがここに合うようにこのように折りここまで折り筋をつけます。このような折り筋をつけます。こうすることでこのように動くようになります。この2枚ある角の1枚を下に下げこの上はこのように上げ折り筋をつけます。この部分2センチぐらい折り花を表現します。こちらまず角を1センチぐらい折りさらにもう1センチほど折り顎を表現します。あとはこのようなシールで目を貼れば犬の完成です。ほっぺたを持って中に押し込めばワン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 と口を動かします。ぜひ作ってみてください。ワン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 。